ここからは、付加価値の獲得に向けた取引関係の構築について解説していきます。受託取引のある事業者を抗議の下請け事業者と捉え、その割合を業種別に確認すると、情報通信業、製造業、運輸業、郵便業では受託事業者の割合が高い傾向にあります。この図は、 企業の取引類型別に、売上高と労働生産性を比較したものです。それぞれ中央値を見ると、委託取引と受託取引の両方を有する下請け事業者1の水準が最も高くなっていることがわかります。また、独立事業者の経営指標については、ほとんど全ての指標において、 他の累計を下回る水準であることが確認できます。この結果から、委託・受託関係という取引ネットワークの広さが、パフォーマンスの高さにつながっている可能性が考えられます。続いて、取引関係と売上高増加率との関係について解説します。図では、常時取引を行っている販売先のうち、 最も多く取引をしている販売先への依存度を取引依存度とし販売先数と取引依存度別に直近10年間の売上高の増加率を示しています販売先数が51社以上の企業においては取引依存度が30%超から50%の企業で売上高の増加率が最も高くなっています この結果から取引の中心となる企業を有しつつも過度に依存していないことが重要と考えられます次に販売先数や取引依存度の変化と売上高の増加率について解説します図を見ると販売先数が増加した企業で売上高の増加率が高いことがわかりますまた 取引依存度よりも販売先数が変化することの方が、売上高の増加率に与える影響が強いことが見て取れ、売上高を増やしていくためには、販売先数を拡大していくことがより重要と言えます。取引継続年数別に売上高増加率を見ると、取引継続年数が10年以上の企業の売上高増加率は、 10年未満の企業の売上高増加率を大きく下回っていることがわかりますこれを踏まえると、既存の取引関係を維持するだけでなく主要販売先の見直しを行っていくことも重要と考えられます続いて、価格転化力と労働生産性について解説します中小企業の実質労働生産性の伸び率は 総じて年率3%から5%程度で、大企業と遜色ない水準です。しかしながら、価格転化力指標の伸び率がマイナスの状態が続いているため、名目で見た中小企業の労働生産性の伸び率が1%程度と低迷していることがわかります。中小企業の生産性の上昇を図る上で、 価格転嫁は重要な要素であるといえ、発注側事業者との取引条件の改善が重要といえます。この図は、価格転嫁に向けた協議の状況を示したものです。価格転嫁ができた企業の大部分は、発注側事業者に対し協議を申し入れ、協議に応じてもらっていることがわかります。一方で、 価格転嫁ができなかった企業の約四割は協議の申し入れもできていないことがわかりますまずは取引価格の交渉機会を設けることが重要と言えます受注側事業者が価格転嫁力を高めるためには発注側事業者との間で交渉力を持つことができるような強みを有していることが重要と考えられます図を見ると 価格転嫁できた企業とできなかった企業との差が大きくなっているのは、提案力・企画力や製品の機能・サービスの独自性などです。価格転嫁を実現するためには、独自の技術を磨くとともに、取引先に対して積極的に企画・提案を行っていくことが重要と考えられます。 優位性をを維持・獲得すす。るためにには、継続的に投資を行っていくことも重要です図を見ると価格転嫁できている企業ほど利益・剰余金を確保できている傾向にありまた利益・剰余金を確保できている企業は研究開発投資の増加設備投資の増加といった成長に向けた投資を希望する割合が高いことがわかります。 適正な利益の確保から前向きな投資へ、という望ましい循環を作り出すことが重要といえます。我が国を取り巻く様々な環境変化に対応し、経済全体のパイを拡大していくためには、大企業と中小企業が互いに稼げる、共存・共栄の取引関係を構築していくことが重要と考えられます。ここでは、 大企業と中小企業が連携し、国際競争力向上を目指す協同組合の事例として、三重県松阪市の航空機部品生産協同組合の事例を紹介しています。